はい、皆さんこんにちは。勝手にガンバ会議の時間がやってまいりました。この番組はガンバサポーターがあでもないこうでもないと不毛な議論を繰り広げる番組でございます。司会の徳丸です。よろしくお願いします。そしてただのサポーターの長谷川さんです。よろしくお願いします。さあ、今回は告知というかお知らせというか、はい、はい、でございまして、我々ずいぶん前のね、動画で1ヶ月ぐらい前です ね言いましたね、はい、ガンバエキスポに合わせて、はい、ちょっとイベントやりたいなっていうような話をしてたんですが、そうですね、歴代の、ね、ユニフォームといろいろ熱く語ったつもりだったんですけど、そう、ところがですね、はい、残念ながら大阪府下に緊急事態宣言が、はい、8月1日から緊急事態宣言出ちゃいまして、発令されてしまいまして、はい、ちょっとイベントやりにくくなったと。集まってる場合じゃない、集まってる場合じゃない、はい、みんな散れと、はい、いうことで、はい、今年のガンバエキスポに関しては、はい、ちょっと何もなしということで、そうですね、ガンバがやるイベントあるんですけど、そうそう、ガンバエキスポあるんですよ、はい、我々が勝手に、そう、勝手にやるやつね、ちょっと大阪市内のお店借りてやろうとしたのは、うんうん、まあ一旦中止と、一旦なしと、はい、いうことで、はい、まあ仕方がないですかね、そうですね、まあスタジアムは5000人までは入れる状況ですか。そうですね、FC 東京戦、うん、まあ緊急事態宣言中なんですけど、うん、チケットも発売して、うん、まあよほど何かが起きない限り5000人と、うんうんうん、で、来場者に、はい、T シャツ付きチケット、はいはい、ありましたね、はい、うん、がまあ多分 T シャツがいっぱいあると思うので、スタバのやつ、はい、スタバの T シャツね、はい、その後にある、うん、リーグのダービーかな、はい、も同じような仕様で販売すると。あ、そうですか、はいはい、チケット付きの、はい、あ、シャツ付きのチケット、はい、あ、なるほどね、はい、チケット付きのシャツ、そうですね、チケット付きのシャツ悲しいね、なんかね、シャツ欲しかったんだみたいな感じ。でも大昔万博の頃は、うん、ほんまのこの T シャツがチケットになってた頃あるからね。そう、うん、困った、もう真っ青で3試合系みたいな、うん、あ、それを着ていけば入れるんですか。そうそうそう、へぇ、まあ、多分当時もうガラガラで誰が入ってもいいような感じだったから、ああ、ガラガラの頃ね、はい、うん、ほんまガラガラの頃はもうガラガラすぎたからね、ほんまに多分2000人とか3000人とかね、3000人だと普通だったもんね、俺らからしたらね、うん、まあね、という時代もあったんですが、はい、はい、シャツ付きチケットが出るということなんでね、はい、まあ、本気の販売機数はあるということでございます、はいはい、でね、まだ我々もね、来年とかね、ま、この後に向けてね、はいはい、ちょっと考えたいなというふうに思いますので、はいはい、ガンバエキスポは FC 東京戦ですね。そうです、はいはい、でちなみに、フリマ、まあ、これ動画配信されてる時点では前なのか後なのか分かりませんけれども、はい、PV ですかね、パブリックビューイングとかもね、あ、はい、8月9日の祝日に、ね、予定されていたんですが、まあ、それも中止と、そうですね、いうことになってツイッターフェスティバル、そうだね、はい、多分スイタも来たであろう、はいはい、まあ、スイタ市の消防局のね、消防車とかもなんか展示みたいな、はい、お子様も楽しめるイベントがあって、まあ、僕もね、フリマの方に出店する予定だったんで、はい、あれなんですけど、残念ながら中止と、はい、いうことで、まあ、じゃあ我々も中止せざるを得ないということでね、はい、いう告知でございました。はい、ということで、今回のガンバ会議は終わりにしたいと思います。さよなら。